はい、今年日本郵便ホンダドリーム TP より GP3 クラスに参戦させていただきます、岡崎静香です。よろしくお願いします。なんで最初にそのバイク乗ったのは、弟がバイクに乗り始めてそれ見てて、なんかちょっと敵対心を持って始めて、そこから気づいたらなんかちゃんと選手みたいになっていたっていう感じです。なんで早い、なんで早い、いやあんまり自分が超絶早いなって思ったことはないんですけど、もっと自分より早い人の方が多すぎるので。でもなんか早い人のまずは真似をすること、なんかどんなことでもそうですけど、上手な人とかのフォームとかそういうのをすごく真似するのは得意なので、ちょっとそれをまあ早い人のコピーして自分のものにするっていうやり方がいいと思います。ありがとうございます。いやもう3年生からだったら十分すぎるぐらいなれると思います。全然まあ努力することはいっぱいあると思うし、まあ、全部が全部楽ちんではないと思うけど、でもどんな選手もいっぱい練習するし、そのでも練習の仕方をすごくちゃんと考えていい方法があると思うから見つけてほしいのと、あと結構その自分もそうだったんですけど、挨拶する子は早くなるよって、ちゃんと挨拶できない子は早くならないって言われてて、子供の時に挨拶なんかして早くなるわけないだろうって思ってたんですよ。でも挨拶すると早くなるっていうのは、挨拶したらタイムが縮まるんじゃなくて、挨拶する子はその先輩とかいろんなチームの方に気にかけてもらえるし、そしたらそこから走りのヒントとかアドバイスをいただけるから、ちゃんと挨拶をする子が早くなるっていうことなので、まあ、まずはしっかり挨拶と礼儀をしっかりできたらいいのかなって思います。頑張ってください。なんだろう、でも本当子供たちから手作りのなんかプレゼントとか折り紙とかでメダルとか頑張ってねっていう、なんかあ頑張って書いてくれたんだなみたいなお手紙がもらえた時はなんかすごい嬉しいとは思いました。なんかでも他も本当いっぱいありすぎるし、それこそピットウォークとかいろんなところで差し入れ持ってきていただいたりとか、あと成績が悪くてなんか申し訳ないなって思ってる時に、そういう時にこそなんかいや頑張れ頑張ってって言ってくれるのがなんかすごくありがたいなっていつも思ってます。誰監督、いや誰監督、もう手嶋さんしかないんじゃないですかこのチームにいたら。でもちょっと大人の事情を考えなかったら多分嫌がられますけど、長年お世話になった小原レーシングの小原監督のチームでやりたいなと思いますけどとか言ってるのだけで、なんかもう今向こうの方ですけど怒られそうで怖くてしょうがないけど、でもペアライダー誰だろうな、なんか同じぐらいのその背丈の人がいいなみたいな、あんまりその背高い男性とかだと多分ステップの位置とかハンドルの位置とか合わないと思うから、誰が行くかな。なんかでもせっかくやるんなら女性ライダー同士で組んでできたら面白そうだなとは思います。誰だろう、女の子でしょう。そういっぱいいるけど、でもその今の小原さんのつながりで行くんだったら、あそこにムクラダ選手がいるんで、なんか一ファンとして彼女の走り見てみたいなって思います。もともと両親バイク車好きで、MotoGP とかそれこそ F1 とかが普通に家のテレビで流れてるというか見てる家だったんですけど、まあ、弟がそのポケットバイク乗り始めて、でまあ、ちょっと膝すったっていうのでなんか自慢されてムカついて、いやもう弟にできることはお姉ちゃん全部できるって思ってたので、ちょっとそのプライドというか意地でバイクには乗り始めましたね。一番最初は本当その時見た中野真也選手に最初に憧れて、やっぱ元 GP ライダーっていうのですごいかっこよくて、でもやっぱり自分がそのだんだん乗るにつれて、その、まあ、まず勝敗気量とかっていうこととか考えたりとかするのに、その後好きになったのは坂田和人選手のなんかそのレースの取り組み方とかそういうのを坂田さんとお話しした時に、なんかこの人はすごいと思って、
でもそう、あの何年か前に全日本で一緒に走れて、なんか本当一ファンとしてめっちゃ感動してでも、まあ、もともとあのレディースロードレースですごくお世話になって、もういっぱい教わってたんで、なんかちょっともうちょっとしっかりと戦いたかったかなとは思います。あ、だめっちゃいろいろあって、一番最初その、まあ、高校1年生になってすぐにもうバイトしたいっていう理由で家から一番近い高校に行ったんですよ。もう時間をなんか移動に使いたくなくて、でそのマクドナルドは15歳でも高校1年生の年ならバイトできるんですよ。自分誕生日が6月なんで、4月からの2ヶ月間ちょっとやるにはマックしかないと思って、本当家の近くにマックがあって5分ぐらいところにあって、そこでバイトして、でその後はなんか酒屋さん、あのお店にお酒を卸してる酒屋さんでバイトして、でラーメン屋さんでバイトして、だからでもその辺は掛け持ちしてて、なんか3つぐらい引っ越し屋さん と、ラーメン屋さんと酒屋さんとバイト掛け持ちしてて、でもそのぐらいかな、バイトでして、で今はあのタイヤウォーマーを自分で使ってるのもそうなんですけど作る会社にいて、いろいろ、あとなんかしゃぶしゃぶ屋さんも1週間ぐらいやったかもしれない。でもなんかあのちょっとそう真面目すぎてちょっとなんかあの耐えらんなかったねなんかなんとかでございますって言わなきゃいけないのが耐えらんなくて、やめ1週間ぐらいですいませんって言ってやめて。あれマックの方がまだちょっとなんかあのちょっとまあなんていうカジュアルなお客さんが多いんですけど、そのしゃぶしゃぶ屋さんがなんかホテルの最上階にあるやつで着物みたいなの着てなんかやるやつで、ちょっとなんかあちょっと合わないなって思って。そうですね、その、まあ、今セッティングとかはあの大木さんと時雄くんと商談させてもらってバイク、まあ、セッティング作ってる最中ではあるんですけど、でも、まあ、やっぱまだまだライダーの仕事もいっぱいできなきゃいけないことがありますし、だからでも自分の思った通りに自分の思うように操作できたら、まあ、優勝狙っていけるんじゃないかなとは思ってるんですけど、あの現実あの結構小野弘樹選手めっちゃ速いんで、ちょっとまずは一回小野選手についていけるレベルに行きたいなっていうのが今のすぐの目標で、ついていければあのちょっと人の走りコピーするのは得意なので、ちょっとそこで見て、まあ、その後その抜くことを考えたいなって思ってます。黄色いビブスは、初心者の方か久しぶりに走る方が多分使ってるんだと思うんですけど、まあ、確かに抜かれるのとかもすごい怖いとは思うんですけど、なんだろう、もうあの周りそう気にしなきゃいけないんですけど、なんか下手に気にするよりは周りが勝手に避けてくれるので、サーキットってその、まあ、ルールは最低限守るのはもう大前提ですけど、あの基本的には速い方抜く方が相手を気遣うのがサーキットのマナーだしルールなので、そんなになんか気にしなくてもいいじゃない。そんなに鈴鹿の方が近いのであれば南コースとか走れる練習できる鈴鹿ツインサーキットとかもありますから、そっちでちょっとまあちっちゃいコースであの慣れることも必要ですけど、結局バイクの操作ってあの基礎があって、その操作の仕方を知ってればできるんですけど、多分知らずに勢いで走ろうとすると多分鈴鹿とかは特に怖いと思うんで、ちょっとなんか操作の仕方、どういうブレーキをするとかアクセルの開け方とか、まあ、ニーグリップって一つ言ってもいろんなやり方があるし、それをすることで何の意味があるんだろうっていうのをちゃんとその意識して実感持ててれば多分乗れるようになると思う、怖くもなくなると思うので、なんかそういう練習をするのがいいかなって思います。そう、で今年からこのカラーリングになるので、それ今カウルサンセット塗装をお願いしていて、まあ、関東工業自動車大学校っていう学校の生徒さんと先生で塗っていただいてて、で、まあ、塗るのは、まあ、実は塗れてて、私がそのロゴの、ね、ステッカーを貼るのがだいぶ遅れまして、でもこの前のテスト終わってから家帰って、でステッカー貼り出したら、ゼッケンベースとかを自分で貼り出したら、なんか
気づいたら朝5時半ぐらいになってて、でそのままあのモーターサイクルショーで展示させていただけるっていうことだったんで、展示場持ってって展示して、でやって今やっと1セット出来上がって、あと2セットは貼らなきゃいけないなって思ってます。ベストレース、ベストレースはあの筑波サーキットでのレースで、初めて入賞っていうか初めて一桁に入れた6位だった時があるんですけど、あのそのレースの時はもうマシンのコントロールが自分のすごくその手の中にあって、1コーナーのブレーキングとかでもう毎週前の人を抜いていけてたんで、すごいそのマシンコントロールができてたっていう意味では、あの乗り心地というかあれがその、まあ、ベストレースだったかなとは、なんか自分の全力を出し切ってこの10位6位だったっていうので結構まあ受け入れられたレースだったんですけど、逆にあのここの4位だったレースが、まあ、最後までバトルしていたというよりも、なんかもう抜かれたらもう前に出られたらちょっと逃げられてしまうっていうのが分かってたので頑張って抑えてたんですけど、やっぱ最後の週あっさりもうスリップでパーって前に出られて、その後も全くついていくこともできずだったので、なんかそのレースが一番悔しいかなと思って、なんか本当だったら、ね、もっとトップとか狙って走れたはずだったのになっていうのがあるので、その2つかな。なんかもう MotoGP のレース出させて Moto3 出させてもらったレースに関してはもうあの走ってる感覚としては覚えてるんですけど、なんだろう、あのその日の食べたご飯とかも覚えてないぐらいなんかあの慌てふためいていたのであれはちょっと冒険でした。でもとっても今もその S 字コーナーとか V 字コーナーがうまく乗れるのはあのレースですごく得たものなので、なんかちょっとそこは忘れずにはいきたいなって思ってるレースではあります。なんだろう、セッティングが決まってきたらもうどのコーナーでも撮ってもらってもう撮ってくださいっていう感じなんですけど、でもその決まってなくても決まっていても写真を撮ってあの見せていただけるとすごくその時の状態の勉強ができるというか確認ができるんで、なんか逆に悪い状態でもいい状態でも全部見たいなって思ってて、撮らないでっていう時はあんまないですね。なんかそんなに嫌な時はないです。あの質問ありがとうございます。楽しく答えさせていただいたんですが、なんか今後もこういうのあったら楽しいですね。皆さんからもっといっぱい質問もらえたら嬉しいなって思います。ありがとうございました。